ルカ・フランチェスコには、イタリアの現代音楽の作曲家。現在はスウェーデンで教弁を取る。1996年に山口県に来日した時の次女では、電子オルガンの伴奏屋からプロのジャズピアニストに転校し、ジャズのフュージョン化に疑問を感じて、クラシックの音楽の勉強を一からやり直した後で前衛音楽への道に入った。後に、 ルチアーノ・ベイリオの有力アシスタントとして勤務し、アツエオ・コルギ、カール・ハインツ・シュトック・ハウゼンほかに指示。アゴン・アクスティカ・インフォマティカ・ムージカを創設し、テクノロジーと音楽との関係を探索。その努力は、声楽とエレクトロニクスを使った作品、エティモニ・ケンチョである。ドイツのダルムシュタットで、クラーニ・ヒシュタイン音楽賞を作曲部門で受賞し、1994年に、 ジーメンス音楽賞若手大賞奨励賞とイタリア賞を受賞して評価が確定する。早期に国外で仕事をした結果、当然母国よりも海外の支持が上回り、現在も多くの移植に応えている。2002年度には2度目のイタリア賞を受賞する。セリエルという落語で表現するのを避けているが、彼の音楽もすべての素材が様々な比率の中で、 うごめく静着の現代音楽である。バイオリンソロのためのデュオロンでは冒頭に提示した音数と給付数の比率が徐々に楽曲を侵食する。しかし、クラシック音楽以外の音楽に詳しかったためか、彼の音楽は時として現代音楽のおとなしさを打破するほどの過れなパワーとスピードに満ちており、これは現在の作風にも言えることである。近年は、 視覚的要素を伴う対策の発表が多い。ありがとうございます。